ちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は昨日に引き続きですね、昨日は浦和高校を取り上げたんですけれども、今日は大宮高校の普通科を取り上げて合格ラインの点数を予想していこうと思います。で、昨日と同じように画面の左側のこの色のついた表なんですけれども、これは一審のデータをホームページ上から拾ってきて貼っ付けています。で、この濃い青が有望県、80% 以上の合格の可能性で、薄いブルーのところが、可能県というところで、60% 以上の合格っていうところで、合格の可能性っていうところで表になっています。で、今日取り上げるのが大宮高校普通科ですので、ここですね。ですので偏差値的には有望県で、70、内申が42で、ここから可能圏というところで見ると、偏差値が68、内申点が40っていう数字が出ています。で、この数字をもとにですね、こちらですね、平均点と、平均点が251点、標準偏差が 92.96、 比較的標準的な、テストが行われたという仮定のもとに表を作っています。で、表の1番目こちらなんですけれども、こちらが有望県というところで 80% の合格の可能性っていうところで見てみると、こちら内申がまず先に決まってしまうので、内申がそうですね、41のところで一次選抜の合格可能性 80% ラインが430点で、二次選抜でも430点、この辺で、並びますので、ここのブロックですね、このブロックに入れるお子さんは8割以上ほぼ合格でしょうっていうところです。ですので内申点は41以上で、その内申点に見合う、点数というところで430点以上取れると41でも合格だよね、45とか取れてるお子さんだと416点、このぐらいで、確実に合格できるんじゃないのっていう点数になってきます。で、もしこれがですね、当日の点数が振るわなくても二次選抜で救われるよねっていうラインが、42だと同点の427点、41でも430点、このぐらいを取れてれば二次選抜で拾われるっていうことになってきますので、まずはですね、この内申点、ここが決まってしまうので、大宮高校を受けるお子さんだと40以上の内申点を持って、受験に行くのかなっていう印象なんですけれども、ですので430点ぐらいを目標に、で、悪くても420点がしっかり取れるように、っていうところで、準備をしていっていただければ、間違いなく受かるんじゃないのっていうラインになってくると思います。ただ当日どうしても失敗しちゃってっていうところなんですけれども、80% の可能性を切っちゃうラインっていうとどの辺になるのっていうところなんですけれども、内申点45点持ってるお子さんでも388点、ここを下回っちゃうともう、合格の可能性8割なんて言ってられないよっていうところになってきます。で、特徴的なのが、内申点40ここですね、40っていうと、優秀なお子さんなんですけれども、その優秀なお子さんが、400点仮に取ったとしても、このダメラインに引っかかってきてしまいますので、相当難しい、合格の、合格8割という ところのラインは相当難しいということになってくると思います。で、昨日 この浦和高校の、表と見比べていただけると分かりやすいかと思うんですけれども、このダメラインがですね、大宮高校の場合はだいぶ上にあります。なぜかというと、まず倍率が高いっていうところと、驚愕で、女の子でこの持ち点ですね、内申の持ち点をしっかり持ってるお子さんが多いっていうところが挙げられますので、一歩間違うと落っこちちゃうっていうところにつながってくると思います。で、もう一つ右の表、こちらが合格の可能性 60% で計算したものです。そうすると、一次選抜二次選抜の点数がざっくり並ぶラインっていうのがやっぱりこの辺なんですよね。413点、
箱で並びますので、内申点的には40持っていて、413点取れれば、まあ6割方、受かるんじゃないの、まあまあいい勝負できるよねというところで、一次選抜で引っかからなくても二次選抜では拾われるので、まあ安心して、ある意味安心して受けられるんじゃないのっていうラインになってくるんですけれども、ダメラインが383点、もうすぐ下にダメラインがある形ですので、この間ですね、413点から383点、この間に、いる子で、いる子がまあ最後のボーダーライン上にいて、誰が受かった、誰が落ちたっていうところが、もう1点2点の争いっていう形になってくるんじゃないのかなっていうところになってきます。で、まあ、逆転合格を狙ってるラインっていうのがどの辺なのかわからないんですけれども、仮に内申点38のお子さんが当日点でなんとかひっくり返して合格しようとすると、8割ラインで合格を、って考えると441点で、二次選抜でもって考えても437点というところになってきますので、そうするとこれはだいぶ厳しい戦いになるのかな。で、405点を下回ると8割の合格の可能性はないよねっていう形になってきます。じゃあ6割の方で見てどうなのよっていうところなんですけれども、405点を下回る、まあ仮に400点って見た時に、内申点38で400点だと二次選抜の6割合格ラインにも届いてない状態ですので、418点から388点、この間で400点っていうと、まあ仮にですけれども、ちょっと上の39持っていて、ここですね、この間のやっぱり400点ライン、その上だと40持っているこの400点ライン、この400点ラインのところで、内申点が少しずつ違う子がひしめき合っているっていう形になりますので、この400点っていうところがだいぶ取れるのか取れないのか、1点上回るのか1点下回るのかっていうところで、天国と地獄の分かれ道になってくるんじゃないのかなっていう、高校だと思います。ですので、まずは最低400点は取れる準備をしていって、狙えるところであれば420点ぐらい、この辺を目安にしていただければ、仮にですね、内申点が38、39この辺で、ちょっと不安だなと思っているお子さんでも合格の可能性は十分あるということになりますし、逆に言うと、内申点がある程度高め、43、44ぐらい持っているお子さんでも400点を切ってしまうと、この、まあ、60% の二次選抜の403点、6点を下回ってしまうということになって、まあ、仮に400点だと、やっぱりこの集団に飲み込まれて、受かるの落ちるのっていうハラハラドキドキの受験になりますので、ですので、そんな形で内申点を気にするっていうことよりも、当日の点数ですね、しっかり420点ぐらいを目標に、勉強していっていただければ、あとの3ヶ月間、頑張っていただければなと思います。で、理数科もこんな形でやろうと思ったんですけれども、理数科は募集が40人ということで母数が少ないので、ブレ幅が大きくてあんまり予想にならないかなと思っています。ですので、もしまあ、このシリーズ続けていく中で最後の方に、付け加えられればぐらいで考えていますので、もしリクエストがあればですね、コメント欄に書いていただければ、やっていこうかな、どうしようかなというところで考えています。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。